この8月、9月、10月、組織本部としてはどんなようなことを考えているんですか。秋にですね、本当は夏の間にそのサマーコンファレンスみたいなものを地方でやりたかったんですけども、やはり民主党のですね、代表が変わるかもしれませんし、その与野党協議だと言ってても本当にやるのかね、この国会見てても急に低姿勢で安全運転になったけども人間変わってないわけだから、いつまた言ってることとやってることが逆さまになるとも限らない。これを見極めた後、やっぱり地方議員局はですね、この秋サマーコンファレンスではなくてオータムコンファレンスをですね、やっていく。それで地方議員の方に我が党の政策みたいなものもしっかりと伝達していく、また地域の要望を吸い上げる。その意味ではローカルマニフェストを作ったっていうのはいい財産になると思います。統一地方選挙で配ったことないですけども、公選との関係でですね、配れるものがあるならば地域の問題をそのまた第2弾という形でですね、作っていくってのは非常にプラスになるんじゃないでしょうか。なかなか政策と組織活動っていうのがこうここんとこ一体化してなかったんですけど、その一斉街頭はテーマを決めて、そして毎年同じようなテーマでこう一貫して訴えて、ああいうタイプの組織活動って今後やっぱり全国で統一テーマってあるんですよね。ありますよね。そういうものをこれまで拾ってきてなかった、その一方でローカルに落とした地域の問題、両方に本立てが必要なんでしょうね。今100空いてるその小選挙区の候補者を一日も早く決めると、そうでなければ解散総選挙を求める力もないですからね。そこが一つのポイントですね。そこにどれだけ公募、政権構想会議で公募を中心にしろと、政権構想会議でまとめてもらったものを中心にマニフェストもできてますし、進行量もできてる。やっぱりその一つの線でつながってる、民主党みたいに幹事長とその政調会長が言うことが逆さまとかですね、総理がその定数に削減に言及するとかね、子ども手当にしても東京では蓮舫小川両方とも賛成じゃないんですよ。そんなめちゃめちゃなことが許される政党であるならばね、それはもう選挙目当て以外の何者だ。そういうところと私たちは違うんだってことをどれだけ公に示すことができるのか。穏やかな保守党だと、保守党は支援してくれる人を裏切らないと、ただし、気持ちのいいことばっかりで、ぬるま湯的なことは言えないと、自分たちで共に努力をし合ってもっといい社会を一緒になって作っていこう、そういう政党であるってことを絶えず言い続ける必要があると思います。